大津総合運動公園を大分市、大津総合体育館を大分市、大津総合体育館は大分県大分市青葉町の大津総合運動公園内にある公立体育館である。かつては大分県が所管していたが、2020年4月1日にフェンシング場を除く施設が大分市に移管されて、正式名称が大分県立総合体育館から、 大分市大津総合体育館になるとともに、大分市で自転車販売業を営む有限会社、小玉が命名権を取得して通称がサイクルショップ小玉大津アリーナとなった。大津総合運動公園は、大分空港が大分市内から国崎半島に移転した土地に設けられた運動公園で、本体育館は1979年4月に同公園内に、 大分県立総合体育館として開館した。2008年の第63回国民体育大会ではハンドボール及び柔道の会場となった。2010年度から指定管理者制度が導入されており、2013年4月からはファビルスプランニング大分共同事業体がコナミスポーツライフの協力、支援を受け指定管理者として施設を管理している。 老朽化が進むとともに、競技スペースや観客席が手狭になっていることから、大分県では2014年12月に、県立屋内スポーツ施設あり方検討委員会を設置して、本施設などのあり方について検討。その結果、新たに武道を中心とした屋内スポーツ施設を整備するとともに、本体育館について、大分市への移管を検討することとなり、 2019年5月に大分スポーツ公園内に大分県立武道スポーツセンターが開館するとともに2020年4月に本体育館が大分市に移管された。ありがとうございます。